ました。射程距離に早くかかってますね。さあ、しかし1機としても簡単に抜かせるわけにはいきません。さあ、半額通り。ハッター2台の工作ですが、マウンテルが変わった。インサイドはマウンテルが乗って、前に出ました。マウンテルが前に出ました。さあ、マウンテルが、おもしろなんですね。行きました。行きました。マンセルが突きをパスしました。いやあのコーナーは難しいんですよ、ものすごく、はい、さあこの高速コーナーで差は詰まるはずですが、そして土佐コーナーに入った時が問題です。さあ止めてた。そしてここで一気に抜けるか、抜きました、ね、力抜きました。いいよ守る、さあ守る、外からマンセル、マンセルがね、ピットの、はい、インの経過ラインにとって、インを絶対当たってませんでしたよね、はい、まあ、最終コーナーからホームストレート、ここから加速して、さあ、フェラーリの V12 を、もう思い切っていく、V8 か、浮いていきました。さあ、それが仕掛けです。さあ、マウンテルが息をついた。どうか。いやー、決めた。見事、見事。いやー、スケがその場合を。もう、決めたね。来ましたね。来ましたね。サニーリが勝ちました。サニーリがマンセルを勝たせてきました。ありますね。
捉えようとしている。はい、ここは浮いてる。あ、すごい。さあ、すごい。はい、1台抜き、また1台抜き。さあ、今度は1番に。今、おーっと、いいから抜き。あー、ここで抜くのはすごい。今のところでいいから抜くのはすごい。すごいですね。押してます。なんか痛々しい感じでありますが。